は、オーストリア帝国出身で、ロシア帝国で活躍した、作曲家、劇場指揮者、バイオリニスト。19世紀のバレエ作曲家では最も人気のある一人。本名は、ルートビヒ・アロイジウス・ミンクスと言い,い、ポーランド人とチェコ人の血筋が入っているとされる。振付師、マリウス・プティッパの協力を得て、20年近くにわたって、ペテルブルクのロシア帝室バレエのために、 舞踊音楽を作曲した。ミンクスの最も著名なバレエ音楽には、ドン・キホーテ、ラ・バヤデル、パキータの3曲があり、これらは今日でも世界中でプロフェッショナルのバレエ団の基本の演目となっている。また、1884年にアドルフ・アダのジーゼルを、1885年にはフェルディナン・エロールのラ・フィー・マルガルデを開作した。この2曲のミンクス版は、 現在でも、ロシアでは上演されている。ありがとうございます。